ガリバー旅行記は1939年のフライシャースタジオ制作パラマウント映画配給のアメリカ映画でアニメーション映画である。また日本では最初に公開された長編からアニメーション映画である。アイルランドの風刺作家ジョナサンス・スウィフトにより執筆された風刺小説ガリバー旅行記の第一編リリパットコクトコーキを映画化したものである。 フライシャー・スタジオは1934年から長編カラーアニメーション制作の構想を練っていたが当時のパラマウントは金銭の問題や長編アニメーション公開の前例がなかったためフライシャーの提案を却下し続けてきたしかし1937年にウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ制作の長編カラーアニメーション白雪姫が大成功を収めるとパラマウントは ディズニーに対抗、その成功を再現したいと考え、1939年のクリスマス公開を予定し、制作を開始する。フライシャーは生身の俳優のフィルムをトレースするロトスコープを主人公であるガリバーのアニメ化にしよう。その他にも制作に様々な工夫を凝らした結果、この映画はアメリカで公開されると大成功を収め、 50の劇場での上映に限られていたにもかかわらず、327万ドルの興行収入を稼いだ。登場人物のリリパッドビトは後に短編映画にも登場した。その後、本作の権利はナショナルテレフィルムアソシエーツがフライシャースタジオの過去作品と共に買収し、その後、リパブリックピクチャーズが権利を所有している。しかし、著作権に関しては、 公開から28年以内にリニューが行われなかったため、現在はパブリックドメインとなっている。日本では著作権の保護期間が終了し、パブリックドメインとなったことから、現在は各社からパブリックドメイン DVD が発売されている。ありがとうございます。